生市立生中学校は、奈良県生市にある公立中学校。通称、生中。約600名1学年、約200名生市立氷口小学校、生市立桜川小学校、生市立生小学校から進学してくる。生駒市立氷口小学校6割、生駒市立桜川小学校3割、生駒市立生小学校1割の生徒が、 在学している。数字は、部員数吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクールに複数回出場した国内屈指の実力校で日本の中学校吹奏楽部を経営する存在であり、西の生駒東の境にと呼ばれている。全日本吹奏楽コンクールには、1998年より11回連続出場し8回金賞3回現賞を受賞している。 2001年、2005年、2009年は、水槽楽連盟規定により3年連続出場のための名誉の欠場のとなる。年2回の定期演奏会を、生駒市中央公民館で行い様々な演奏会に出演している。3年連続出場の年は、特別演奏会を11月に行っている。2009年度には、同じく3年連続出場を達成した千葉県。 柏市立堺根中学校とのスペシャルスプリングコンサートを開催。2011年には千葉県松戸市立第四中学校とのスペシャルジョイントコンサートで開催。2010年、2011年奈良マラソンのファンファーレスタート応援演奏を担当。2010年、2011年生駒市主催の生駒国際音楽祭に出演し外国人奏者と共演。 生駒マ国際音楽祭出演者校区内に、全日本小学校バンドフェスティバル常連校の、生駒マ市立桜ヶ丘、小学校ハーモニックバンドクラブと生駒マ市立氷口、小学校吹奏楽部があり、部員は、両校の出身者である。また、生駒マ市内には、同じく全日本小学校バンドフェスティバル常連校の、生駒マ市立アスカや小学校ブラスバンドがある。2010年に、 生駒市立桜ヶ丘、小学校ハーモニックバンドクラブと生駒市立氷ツ小学校吹奏楽部が2011年に、生駒市立アスカや小学校ブラスバンドが、全日本吹奏楽連盟規定である、3年連続出場を達成している。吹奏楽コンクール結果、CDDVD。ありがとうございます。